新富士インターチェンジは、静岡県富士市厚原にある、新東名高速道路と西富士道路のインターチェンジである。両道路を接続するジャンクションの機能を兼ねる。高速自動車国道のインターチェンジとして、富士市内では2番目の開通となり、北隣の富士宮市により近接し、市街方面の富士市役所と富士宮市役所の都市間。 および西富士道路の距離的な中間地点に位置している。東名高速道路の富士 IC と異なり、西富士道路と一般道の相互利用が不可で、新東名高速道路に接続する静岡県道88号、一式久沢線と同じく料金所直結となり、一般道への流出ができず、ご侵入の事例もあるため利用には注意を要する。ご侵入した場合は、 一旦料金所まで進み係員の指示を受けて、適切な順路で戻ることになる。新富士インターチェンジ新富士インターチェンジから望む、夜明け前の富士山新富士インターン金所延形中、日本高速道路東京支社の事業拠点である富士保全サービスセンターが敷地内に併設されており、新東名高速道路長泉沼津インターチェンジ新静岡インターチェンジ、 および清水連絡路、東名高速道路沼津インターチェンジ清水、インターチェンジ、中部横断自動車道新清水ジャンクション、富澤 IC の維持管理を行っている。料金所より往来が可能な構造だが、一般車両は直行不可となっており県道側からの迂回を要し、一般道と直結しない西富士道路からの利用も同様である。ありがとうございます。